やばいやばい。 はい、前回メンバーはユナからの宿題で、ユナと2人でこの夏何してくれますか？だって。みんなが次回メンバーからって突っ込んでる。やめて。 前回ね、前回、昨日のユナちゃんからの宿題です。何したいかな。でもさ、私さ、多分みんな知ってると思うけど、本当に引きこもりで 家から出ないんですよ。お休みがあっても家から出ないし、たとえ3日間休みがあったとしても全然3日間家に入れちゃうから。でも逆にユナはめちゃめちゃアクティブで 外にね、遊びに行ったりだとか、それこそこないだのさ、レイちゃんの最後の配信の時も言ったかもしれないんだけど、カッキーのお家に遊びに行った時に、本当朝までいて、で朝日が昇った瞬間に だーみたいな、もう本当にプリンセスみたいな反応をしたのね。それぐらい本当にユナってなんか太陽が好きな子 っていうイメージがあるから、だったらこう普段私が行かなそうな外に連れ出してもらいたいなって思うし、夏でしょ、夏だから花火大会とかどうですか？花火大会でも私人混みちょっと苦手だから 屋台でさささってなんかいろいろと買って、人気の少ないところでゆっくりまったり花火を見る。どう？浴衣で行こう。浴衣はちょっと暑くない？ 浴衣ね、すごい可愛いけどね、浴衣の女の子ってね。なかなか、あと自分で着るのも難しいよね、ああいうのって。でも今はあれか、すごい簡単にさ、着れるやつとかめっちゃ増えてるよね。なんかワンピース型とかさ、みんな知らないですよ、男の子。みんな知らないでしょ。今そういう浴衣が増えてるんですよ。簡単に着れるね、浴衣が。ねえ。私もほら、生写真撮影とかさ、そういう時に合うけど、浴衣とか振袖とかね、お正月になったら。でもさ、そういう機会がないとさ、なかなか大人になってから浴衣着ることってないよね。 知ってるもん 知らなかった人の言い方してるじゃん ね、なかなかね、着るの難しいから。女の子、ほんと昔の女の子、昔の女の子、そんな昔でもないけど 私が中学生とかね、小学生ぐらいの時はおばあちゃんとかがさ、着させてくれたりとかさしてたから、一人で着れるようになるのはいいよね。髪型好きや、本当に結構雨打たれて 最初ね、ここら辺巻いてたのにさ、全部落ちちゃった。ああ、残念。はい、ということで、じゃあユナとは花火大会に行きたいです 終わり。はい、ということで、じゃあ次に乃木曜日選手権行きたいと思います。今週の競技は暑い夏にちなんで欲張りアイスクリームです。とコーンがあるんですよね。こちらのじゃじゃん。コーンの上に46秒間でどれだけ違う色のアイスクリームをかけるかを競います。週の中で最もたくさんの色のアイスをかけたメンバーには素敵なプレゼントが贈られます。ということで、じゃあやっていきますか。あ、ただしあまりにも汚いアイスは カウントされないらしいので 丁寧に素早く書いていきたいと思います。今のところね、リカとユナがやって11個と14個だから、まあ、15個以上、15個書けたらいいねっていう話です。 よしよし、じゃあ張り切ってやっていきたいと思います。じゃあまずは乃木坂46の紫から私は聞きますね。よし、聞きますよ。よーい、スタート。待って、アイスクリームってさ、待って、これってダメかな。待って、私本当にさ、難しい。これって汚いにカウントされんのかな。一個
一個が私大きいかもしれない。でもさ、なんかさ、汚いさアイスクリームとかって人の加減によるからな。やばいやばい、これも意外と難しいかも。なん、じゃ見せる、まずじゃん。え、これどうですか。あ、全部 OK とのことで、じゃあ数えるね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12個でした。ということでゆうなに負けた。もうこれで私がプレゼントもらえないことが確定しちゃった。いい、残念。じゃあ可愛こぶってピンクの名前書くね。まゆ、12って言ったっけ私今。12って言ったよね。12、じゃあ私はカタカナで子にしとこ。はい、まゆ12個。いけると思ったんだけどな。すごい今机の上をさ、すごい汚しちゃった。すごいすごい、お片付けしときますね。よしよし。ああ、もらえないことが確定しちゃいました。まあ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 、頑張ったよっていうことでありがとうございました。適当すぎ。はい、あ、もうこっからは自由ということでフリートークです。皆さん聞きましたか、チートデー。今も、あ、今日まで、今日までライブ映像公開中だ。みんな見た？チートデイのライブ映像。あ、聞いたようだって。ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛い曲だよね。 C と D、 チートデイ。皆さんこれ真似してくださいね。なかなかさ、 MVこうライブの映像公開されるとかね、面白いよね。お、大阪公演で聞きました。嬉しい、京セラ。この間もね、シンガポールからインスタライブさせてもらったけど、めちゃめちゃシンガポール暑かった。びっくりするぐらい暑かったよ。まあね、どこで何をしたかは、まあ、言いませんけども、でも本当に、なんだろう、シンガポールを満喫しながら MV 撮影できたから楽しかった。日焼けはね、してないと思う、あんまり。本当にびっくりするくらい日焼け止めをめちゃめちゃ定期的に塗ってたから、日焼けはしないんじゃないかな、多分。頑張った。もう日陰、もうカットかかるたびに日陰とか日傘とかさして、日焼け止め塗り直して、でもじゃないと絶対焼けちゃう暑さだったね。大阪で焼けたわ。大阪、あれか、物販とかグッズ並んでる時とか。そうだよね、暑いよね。で、京セラが本当に暑すぎてびっくりしちゃった。今書かれた、眉炭協会に入れてください。どうしようかな。いや、眉炭協会の、まあまあまあ、入れる条件としてね、まずあざとかわいいでしょ。みんなあざとかわいい、本当に結構厳しいけど私。あざとかわいくないとちょっと入れないかもみたいなところあるから、みんなちゃんとあざとかわいくできるのかな。あなたがいっちゃん可愛かったよ、ありがとう。あ、クビン、クビンセスじゃなかった、クビントスって書いてあったよ。何、どういうこと。あ、ブリッコってよく言われます。あれ、本当に本当かな。
みんなね、選ばせてもらった子たちはね、それぞれ違うあざとさがあるなって私は思ってて、みんな本当に可愛いんですよ。まあ、でも顔が可愛いから、なんか何やってもそのあざと可愛く見えちゃうっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ、ただ、ん？言っただけでもなんかあざと可愛いじゃないですか。あのメンバーはみんな。どう思います？なかなか、なんか一つのグループとしてなんかイメージがつきやすいグループになったなと思って嬉しい。でもなんか後からそのあの場にいた先輩とか、まあ、メンバーからなんか眉の軍団はなんか後輩で固めるのがすごく良かったと思うって褒められた。嬉しい。もっとこれからね、ごきせいちゃんともっともっと仲良くなりたいなと思うし、あ、それこそあれ見たんだよね、薬房の部屋見て、なんかひながね私と仲良くなりたいって言ってくれてたの見た人いる？嬉しかった。あんまりちゃんと深く喋ったことがなかったから、そうそう、ひなが仲良くなりたいっていうので名前書いてくれてて嬉しかった。でも自分でも思ってたの、なんか多分めちゃめちゃ話し合うだろうなってお互いにめっちゃわちゃわちゃしてるし、そうそう、だからこれから仲深めたいなって思いました。嬉しかった。そしてですね、あの光聞きました？皆さん、アトリのオープニング曲、あの光めちゃめちゃいい曲じゃないですか。私めっちゃ好きなんだけど、カッキーとも、いい曲だよねって言ってこの間二人で聞いてめちゃめちゃ好きだった。2番のさ、星ののところ、あそこ私とあのテレサなんだけど、なんかレックしたところじゃない、レックした時大丈夫かなってちょっと自分で不安になっちゃって、なんかあれなんだよね、カッキーとナギが言ってるパートもあるから、なんかその時はめちゃめちゃやっぱ2人ともさ声がすごい通るというかさ、そう、歌も上手だしね。で逆に私とテレサってどちらかというとさ、なんか自分で言うのもあれですけど可愛らしい方の声してるからそう、だからどんな感じになるのかが全然想像つかなくてでも実際完成したのをね聞いたらめちゃめちゃいい感じになっててよかったと思った嬉しい。自分で言っちゃうかっこいい歌声じゃないからな私が。本当は理想としてはめちゃめちゃかっこいいさ、なんかよくあるじゃん、喋ってる時の声と歌ってる時の声が違う人っているじゃん、そういう感じになりたかったんですけどちょっとダメだった無理でしたねそう、低めのさかっこいい曲が似合う歌声になりたかったって思うけど、まあ私はこの声がね、まゆたんはまゆたんだったこれが私の良さだと思うのであ、私には私の良さがある？ありがとう。みんな優しいね、やっぱり。ハスキーボイスで歌えないの？ハスキーボイスがそもそもあんまり出ない歌ってる時ってね、特に一番自分がさ声を出しやすいところで歌っちゃうからね。ね、まゆたんかわいいだって、ありがとうはい、ということでじゃあ次、あ、待って、あともう一個言いたいなった単独香港ライブやりました。私さそこでさ初めてデコピン披露させてもらって、そう
私デコピンやったことなくて、でもすごい好きな曲だったから、え、やりたいなと思ってたから、めちゃめちゃ嬉しかったんだよね。そう、しかもね、メンバーもあのお姉さん組というか実は私乃木坂の中でお姉さん組なので入らせてもらって、しかもリンゴさんのねピンクの衣装着て嬉しかった。そう、初めてなんです、私びっくり。今でもね広東語言えるよ私。あの時めちゃめちゃ練習してそう、もう言えるようになっちゃったね。だからさ、本当にさ、頑張って勉強したら私も頭良かったのかなってちょっと思うよね広東語難しかった。でもやっぱり、なんだなんだ、なんか全然違う話してる人がいる。最近ハマってるの何とかやってくる人いるんだけど今そんな話してましたか何、みんなコメントが早いね。今何か話せますか。え、それこそあれあれ言えるよ、デコピンの曲終わりに言った自己紹介、え、言っていいじゃん。大家好、我是云阳万阳的妹、新阳的丁春山呀。え、すごくない？本当に練習した甲斐がありました。まあ、本当にイントネーションっていうの、すごい難しくて、ちょっともしかしたらちょっとだけ間違えてる可能性もあるけど、でも。まあまあ多分合ってるはずさ、甘い声が魅力的、魅力な田村真由ですっていう風に言ってる。お、懐かない子猫聞きたい、楽しみに待ってて。こうなんかさ、タイトルだけ聞いたらさ、めっちゃキュロンキュロンって感じの曲に見えるかもだけど、なんかね、私的にはかっこかわいい曲っていうイメージかも。だから皆さん楽しみに待っててください、どんな曲なのか。でもすごく何、メンバーとも話してたけど、なんか好きな曲っていう話をしてましたキロンキロンだから皆さんも楽しみに待ってて、楽しみ、みんなに聞いてもらうの。はい、ということで、私さ、絶対にさ、あれ宿題さ遅くなるからさ、先にやっちゃっていい？あとでまたフリートークしていい？それで毎回私ギリギリで決まらないから、よいしょ、先に決めちゃいたいと思います。はい、ということで、ちなみに明日と明後日が農業日お休みなので、まだ次回のメンバー決まってないんですけど、宿題をしていきたいと思います。そう、私優柔不断なんです本当に。ということで、次回メンバーへ、何がいいかな、何がいいですか。誰になるか分かんないからさ、難しいよね。そうだな、まあ、ユナが私に夏ユナとしたいことを聞いたでしょ。どうしよう、どうしようかな。みんななんか教えて、じゃ何がいいと思う。夏に言いたいこと夏に言いたいことって何どうしよう。ぶりっ子ゼリフ。でも私なんかさ、よくさぶりっ子ゼリフみんなにさせちゃってるよね。広東語でってもうできないよ絶対、みんな難しいんだから広東語。あ、夏関係なく私と行きたいところいいかも。夏に向けて一言。今ってもう夏じゃないんですかあれ、今ってまだ夏じゃない、もしかしてライブの裏話。夏で一句。みんな難しいこと言うね。
夏だよね。ほら今だってさ夏に向けてってさ書いてるんだから、今って夏じゃないのって思っちゃったよね。じゃあ夏に限らず私と行きたいところどうですか。もう完全に私が喜ぶだけの話になっちゃうんですけど、どうみんな、もうちょっと練ってみる。夏で即興ソング。もう私そんなのに当たったら泣いちゃうんだけど。川柳で、なんだろうな、お化け屋敷行ったね。どういうこと。お化け屋敷、私お化け屋敷、お化け屋敷好きだよ。私の好きなところめっちゃ原点に戻ってって感じだね。真夏の全国ツアーに向けて、どうしよう、いっぱいありすぎて悩んじゃう。ほらもうこういうところだよね、こういうさ悩んじゃうからさ、私まだ時間はあります。夏祭りで告白。告白させようとしてる。どうしようかな、最初のでいいんちゃう。だって最初のでいい、夏に限らず私と行きたいところどうですか。みんながいいよって言ってくれるんだったらそれにしちゃうけど、みんないいですか。あ、いいよいいよだって。え、みんなありがとう。じゃあそれにします。書いちゃうね。夏に限らず私と行きたいところは、誰になるんだろう。じゃん、夏に限らず私と行きたいところは、場所って書けばよかったね。何ところって書いたんだろう。ところは、はい、できた。もうやらなきゃいけないことは全て終わらせたので、あとはもう時間までフリートークです。順調なんですけど。いつもさギリギリでさ、やばいやばいやってなかったってなるから。そうなの、そもそも私が外に出ないから。そう、インドアの子だったら一緒に、じゃあ例えばなんだろうな、映画鑑賞しませんかとかさ、行きたいところって書いてあるけど、お家で映画鑑賞とかさ、それこそ映画館、映画見に行こうとかもいいし。でも私も外に出たいっていう気持ちはあるんだよ。一応ね、外に出たいなっていう気持ちはあるんだけど、やっぱり夜は思うんだよね。夜の時間はよし、明日は早く起きてあそこに行こうとか、なんかお買い物しに行こうとか思うんだけど、寝て起きるとちょっと動く気力がなくなるというか、外暑いっていうさ情報とか仕入れちゃうとさ、ちょっとまだいいかなみたいなさなっちゃうんだよね。でもそういう人多いと思うよ。わかりすぎる。そう、夜中とかさ夜の時間帯ってすごい逆にめちゃめちゃ私活発になるというか、それこそね、私ずっと一つの部屋をね、私お洋服の部屋にしてるんですけど、なんかその部屋をなんか段ボールをそのままにしてたんです。でそれをずっと放置してたんですけど、なんかハンガーラックとかさ買って組み立てればいいのに、すぐまあ後でいいやって思ってた。そのハンガーラックもずっと組み立ててなくて。でよく弓木直とかがね、じゃあ私がやってあげるよって言ってくれるから、じゃあ直が家に来た時に作ろうとか思ってたらずっと作らなくて。でもこの間夜中にすごい何やる気が出ちゃって、もうお洋服の断捨離と一人で夜な夜なハンガーラックを作って、めちゃめちゃクローゼットを掃除しちゃって、
そう今クローゼットめちゃめちゃ綺麗だからそう掃除機とかは明日の朝かければいいやと思ったからしなかったんだけど、あのとりあえず、まあ、夜中だったからね、あの近所迷惑になっちゃうじゃん掃除機とかってだから朝かけてめちゃめちゃ今お部屋綺麗なんです。でもさ、ないなんか夜の時間の方がやる気出るとかない？だから私夜中にいきなりさ洗濯機回したくなったりとかさなんかするんだよね。なんだろうね、昼間は全然動かないのに。なんて話してたら32分だ。でももうちょっとあの始まりがちょっとね遅かったので、もうちょっとだけできるらしいですね。そうやっぱり多いよね、夜の方が動ける夜行性。確かにそうかもね。太陽を浴びるとちょっと動けないですね。あ、スクショタイムだって。じゃあスクショタイムしますか。私のクローゼット事情の話はここまでにしてよし、じゃあなんかここにねずっとねこのペンギンさんがいらっしゃったのでどう？もう瞬きしないから、前回も言ったけど。あ、チートデー。あ、よいしょチートデー見えるかなはい、完璧。ごめんなさい可愛いよね、あのナギ。レコーディング一緒だったんだけどさ、なんかいろんな言い方をしてて可愛かったです。私はすごく好きで、あそこのナギのごめんなさい。なんかナギの声ってさ、なんだアニメ声にも聞こえるしさ、なんかすごい可愛いんだよな。すごくライブで盛り上がる曲だと思うから、これからもっとねいろんなところで披露したいなと思うけど10パターンお願いします。そんなないですごめんなさい10パターンってすごくない？そんなあるね。なかなか曲の中でねラップあるのも珍しいし、めちゃめちゃレコーディング楽しかったよなぎ天才、本当に天才だと思う。頑張り屋さんだし、お曲調めっちゃ好き、嬉しい。この間あの友達からもめっちゃ好きな曲調って来て、え嬉しいって、ドライブの時によく聴いてるって言われたありがとう。ということで、なんと配信終了まであと1分になりました。早い、あっという間だねみんなごめんなさいばっかだよコメント欄ごめんなさい、私も天才だよだって。やったー、ありがとう。うん、衣装かわいいよね、プリンセス衣装ですあの衣装めっちゃかわいい、ピンクちゃんのね。はい、ということでなんともう終わりのお時間になってきましたので、あ、なんか特に言うことなかったわなんか言わなきゃいけないのかなって思って締めようとしたら特になかったので、皆さんもう今何時？ 7時35分ですけど、夜ご飯とか食べてゆっくり過ごしてください。バイバーイ